昨日のるちゃんすごかった。たまきくんとコラボ。いやーちょっとね、そうね、まあ話しながらやっていこうかなって思うんだけど、まあ一つ言えるのは、まあ、ルシアが最強ってことかな。うん、ルシアが最強っちゅうことかな。ういまま、ういまま、どうしたの。まさかみんなまでまさかみんなまでさ、そんなういままとか言わないよね。いや昨日たまきくんまでそんなこと言って、みんなまでそんなこと言わないよね。ちょっと待って、なんか配信開始したばっかのに、ちょっと空気重くね。そんなことある？そんなことないよね。気のせいもほんとやめてよね。もうこれからゲーム配信しようとしてるのに、マイクラだよ、マイクラ、みんなマイクラ、マイクラ、ほんとにそういうこと言うのやめてくれるかなね。あんまりルシアみんなと喧嘩したくないし、平和側に行きたいからさ。ルシアちゃん好き。あ、はい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 、あなた素晴らしい素晴らしい、そう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 、その調子その調子。ファミリーマート、あ、ファミリーマート楽しみだよね。ねえ、そんな、あのさ、ういままういまましつこくね?なんなの?ウイママウイママウイママって、昨日の続きする？今日は君たちがあれ敵なの？する？なに、逃げんないで逃げないで、なんかなんなの、静かにしろ。ルシアを見てろ今日。わかった、もうちょっとウイママウイママうるせえから後ろに装備しとこうかな。今日はこれちょっと強そうだな。ヤスギパパちょっと後ろに次の新章もし出たらこうしてもらおうかな。誰がまな板と包丁や、誰がまな、誰も言ってないから、ごめん、ちょっと被害妄想激しくなっちゃった、ごめん。ちょっと昨日の配信がちょっと被害妄想が、ごめん。たまきくん11時以降なんか17発表あるらしい。なんかたまきくん今日11時以降の17発表なんかあるらしいんだけど、なんだろう、なんかあれかな、なんかルシ、なんかあれかな、ちょっと思ったんだよね。ルシア、もしかしてルシアにドッキリで、ドッキリ仕掛けて、ルシア実は僕ルシアと一緒に住もうと思ってるんだよね、家も決めたんだけど、ルシアに驚いてもらおうと思ってちょっと報告しちゃったとか言うのかな。言うのかな。でルシア思ったの、みんなこんなし、こんなし思ったの。もしこうなった場合ちょっとじらそうかなって思ったの、トマイくんのこと。え、そんなこと急に言われても困るよ。え、一人でオチ決めちゃったの、それはいい、え、妄想は？え？ういままの、ういままのこと？ういままのこと？何言ってるの？ちょっとよくわかんないんだけど、みんなが何話してるのかをちょっとルシアよくわかんないから、あ、マイクラしよっかな。はい、マイクラしよう。手のひらドリル、マイクラッシュ。今日ちょ、あのね、あ、まあ、みんな、まあね、みんな昨日いたコラボのみんなの首をもぎ取ったということで、で今日はですね、マイクラでルシアがネクロマンスってことみんな知っとるか。知っとるか。上もまた同棲する報告。あのね、まあ、亡霊だよ、いたとしても。はい、今あの冷蔵庫に保管してあるから。今日はね、ルシアがネクロマンサーってことみんな、ちょやめて、みんな黙れ。あ、またルシア出動しちゃった。黙れ、今すぐ黙れ。あ、黙んないで、黙ったらちょっとみんなと会話できると。その話題をするな。その話題やめろ、ストッピング。
静まる。そう、あのね